こんにちは。お久しぶりです。今日も来ます。意識低い系普段規模のリアルです。はい。本当にね、お久しぶりですね。今 YouTube には私が出産前のお腹が大きい状態の動画で更新が止まってて、一回出産後にね、編集してなかった縦締めを空帯にするっていう動画を出して以来何も更新音沙汰なかったっていう状況で、インスタグラムの方ではね、赤ちゃんが生活に加わってからの、着物生活と、着物全然関係ない私の生活の様子っていうのはね、ちょっと投稿させてもらってはいたんですが、はい、改めてね、動画なかなかね撮ろうと思って撮れないっていう状況だったんですけどね、私も娘もあと夫もね、家族みんなありがたいことにおかげさまで非常に元気に暮らしております。多少ね疲れてたり寝不足だったりっていうのはもちろんありますけど、それはねもうあるあるなんで、すごく追い詰められてしんどいってほどまでは言ってないので、ありがたいことに楽しくやらせていただいております。はい、本当はねベッドに寝かせてちょっと落ち着いてる時に撮ろうと思ったんですけど、もうダメなんで起きちゃうんで、起きて機嫌よくしてくれてるのはいいんだけど泣いちゃうんだよね。泣いちゃうからとりあえず抱っこで、はい、動画を撮っております。本当はねこの子のねお顔を皆様に、こんな子が生まれましたよ、ありがとうございますっていうのと、可愛いでしょっていうのをお見せしたい気持ちは山々なんですが、やっぱり YouTube 不特定多数の方が見るコンテンツ、見るかどうかは置いといてね、 見られる状態にあるコンテンツになっちゃうんで、そこにねお顔をさらすのはちょっとあれだなっていうので、お顔は今後も出さないっていう方針で今後 YouTube 行きたいと思っております。 YouTube っていうかSNS とかね、そういうやつですね。で、そう、それでいくと本当にその年賀状に自分の子どもの写真を貼るっていうのは割と一番ちょうどいいそのラインだなっていうのは思いましたね。なのでそういう方多分いらっしゃらないとは思うんですけど、自分の家の住所をリハルに教えてもいいよっていう方は教えていただければ年賀状を送りますので、っていうそういう感じです。はい、お顔はね公的な場には出さないように、後ろ姿写してる時点でどうなんっていう話ではあったりするんですけど、これだったら何か分かんないと思うんで、はい、で今後もね動画でもしちらっと写ることがあったら、そこはちょっとなんかぼかしとかなんかはつけるとかで隠すような、そういう方向で行こうかなと思います。はい、おかげさまでね出産することができました。10月5日に産みました。4日にねちょうどその日が予定日だったんです。10月4日が予定日 でその日に、予定日だからっていうので検診というか、診察が入ってて、でそれで診察行ったら、ちょっと出血があるのと、お腹の張りモニターで見てても、ちょっと始まってんじゃねこれみたいな雰囲気だったんで、その足で入院するっていう形になって、お昼ぐらいかな、でお昼ぐらい入院して、そっからはねもう全然なんか陣痛もあるとはいえすごくしんどいってわけじゃなかったんですよ、その日の日中はね。でももう始まっちゃったものは止まらなくて、夜ちょうど寝たい時間にだんだん強くなってくるっていう、そういう感じでございました。夜通しね、なんか陣痛強くなってきて、うわーきつーとか思いながら、きついとは言っても確かにこれは耐えられるようにできてるんだなっていうのを実感したっていう感じですね。正直もう一回あれを今やってくださいって言われたら、ちょっと今は大丈夫ですっていう感じではあるんですけど、でもなんとか自分でもできたなっていう、そういうレベル感でね、なかなかいい難易度調整になってるんだな出産はっていうのを、私の今回のパターンではって話なんですけど、を実感いたしました。そんなわけでね、本当にありがたいことに私もそうだし、この子も元気に生まれてくることができて、その後の経過もね、2週間ぐらいでその産後のオロは止まってはないか、大体終わるみたいな感じで、回復も早かった方だと
思うし、今はねそう立って撮影してるんですけど、座るとこの人またなんか抱っこしてても怒るんで、まあ、立って動画揺れながら動画撮ってるっていう。赤ちゃんね育てたことある人は多分あこれあるあるだよねみたいな感じだったと思います。はい、まあ、出産の話はさておき、とりあえずそこからね1ヶ月経ちまして、あのインスタグラムの方には写真を上げさせていただいたんですけど、 YouTube にもなんかちょっとここら辺に貼っときますかね、この空いてるスペースにね。先日、14日ですねに無事この子の初宮参りも行くことができました。そうこの子のね産着がね、非常に素敵なアンティークのすごく状態の良い金舎の着物をお借りすることができまして、着物のつながりでね知り合ったおばあちゃんの方にねそれを貸していただいて、それを着せてお宮参りして、でその後写真のスタジオで写真をプロに撮ってもらうっていうのをやることができまして、非常に楽しくて良いあのお参りはできたかなと思います。私自身も久しぶりにね訪問着を着ることができました。そちらもね本当にこの YouTube とか SNS の発信活動を通してつながることができた着物友達仲間、すっごいお世話になってる方なんですけどに、その日もね着せつけてあげるよっていうので、もう家にまでね着ていただいて着せてもらいただくことができて本当にねありがたい。なんかもちろんその自分で美容院とかいろいろ手配して、そうやって自分でなんていうのお宮参りの段取りとかそういうイベントごとのね、作るっていうのもいいんですけど、そうやってなんか両親だけじゃなくていろんな友達とか仲間に囲まれて、そういうあったかいなんか手作りじゃないけど手作り感のあるって言ったらよくわかんないけど、そういうなんか感じの、お祝いとかっていうのができたっていうのがねすごく嬉しいですね。この子もね、まあ、私と私の夫の子供なんで、もちろんその2人が一番まあ、大事に思ってるっていうのはその通りだと思うんですけど、それだけじゃね違うよね。人はなんか本当にたくさんの人にの力を借りて、なんか少しずついろんな方からいろいろ分けてもらいながらなんか楽しくやっていけるっていうのが幸せの形かなっていうふうに思うんで、それのね第一歩初宮参りでそれができたっていうのが非常に嬉しいです。あとそうだ、まずこれを言わなきゃいけなかったな、YouTube とか SNS でねいろいろ発信してて無事生まれましたとかっていう話もさせていただきまして、そちらにねいいねとかおめでとうございますとか祝福のコメントいただいて本当にありがとうございました。本当にね私たちだけじゃなくてみんなにお祝いしてもらえてるっていうのが一番嬉しいし、まあ、こうやって発信活動ってほどじゃないね、もう本当に私がやりたくて趣味で着物が好きなだけの様子を垂れ流してるっていうものに、これだけのたくさんの仲間が集まってくださって、それでこうやってね言ってしまえば出産とか全然着物とか関係ない話なんですけど、それをねそれも丸ごとおめでとうって祝っていただいたりとか、いろいろなんかいたわってくださったりとか、それがね非常に嬉しいしありがたいし、もう感謝しかないですね。はい、グーグー言ってますねこの人寝てるね。はい、そんな感じでございます。でそう出産後、まあ今1ヶ月ちょっと経ったぐらいの時期なんですけど、すでにねお家にも本当にこの近所に住んでいる直接何度も会って遊んだりしてもらってる着物仲間にも家に来てもらって、この子をねなんか抱っこしてもらったりとか、私のお世話をしていただいたりとか、そうね主に私のお世話をしてもらいました、着物仲間に何やらせてんだよっていう感じなんですけど、それも非常にありがたいですね。今ねありがたいことに夫の方も育休を取ることができまして、とりあえず3ヶ月なんで年明けまではね家族3人でいろいろ分担しながら過ごすことができるっていうそういう状態なんですけど、まあ、それもありましてね非常に楽しい育児生活っていうのを送らせていただいております。本当にありがとうございます。
もうね、なんかどんだけ感謝しても取れないね。はい、ちょっとなんかブスブスって言ってなんか動きましたこの人。はい、で着物の話題に戻るんですが、今着ているのは着物気分でございます。帯しておりません。腰紐もしておりません。襦袢着てません。襦袢の代わりに中にはこれあのなんだっけ、フェリシモで買ったやつかな。ちょっと泣きそう泣きそう、すいませんすいません。フェリシモで買ったパジャマインナーというなんか綿でできてるタートルネックと腹巻き丈のレギンスの上下セットになってるやつを着てるっていう状態です。まあ、正直ね、動画撮ってるから着物気分着てるっていうのはあります。あとはお散歩に出る日とかね、なんかそういう時はこれ着ますね。それ寝る時は基本パジャマで、で本当になんか着替えるやる気ない時とかはもう一日中ずっと同じパジャマ着てるみたいな、そんな日々ではあるんですけど、やっぱりねちょっと一枚着替えるだけで本当気分シャキッとしてなんか気持ちよくなんかなるっていう時もあるんで、その時にやっぱり着物気分サクッと着れるのありがたいですね。なんか何話してるか久しぶりすぎてよく分かんなくなってきちゃった。でこの気分しかもう正直ね、育児中っていうか授乳中は着れないような気がするなというのが実感ですね。入院してる時も1枚持ってって退院する時にねそれ着て退院することができて、着物でね形だけでもそういう風にできたのはすごく嬉しかったし、今も授乳する時にはやっぱりこの襟がこう合わさってるこういう服の方がやっぱやりやすいっていうのがあるので着物気分着てます。ただね、普通の腰紐で留める着物だとちょっとねこうやって抱っこしたりとかなんだりかんだりって動いてるとここら辺がぐちゃぐちゃになってベローンってなったりするんで、かといって帯すると今度は授乳がやっぱ正直できないという結論になりました。私の中では宮津口から授乳とか無理じゃない、どんだけでかいんその人みたいな感じで、私の体のサイズ感ではちょっとね宮津口からは厳しいんで、もうここをガッと開くっていうのが楽ですね。今日中は基本母乳あげて寝る前とか、あとはもう疲れ果ててちょっと無理って時にガツッとこうミルク入れて寝てもらうみたいな感じでやってるんで、なので、まあ、今の時期はもう本当に泣いたらとりあえずこうねじ込むみたいな口の中におっぱいねじ込むみたいなそういう生活をしてるので、まあ、1,2 時間空く時も 2,3 時間も空く時もあれば、なんかとりあえず泣いたら抱っこしてこうあやせばいいんだけど、それもちょっとねずっとやってると重たいししんどくなってくるんで、もうねじ込んだ方が楽っていうのでね、座ってこうはいどうぞいらっしゃいませみたいな感じでやるのが楽なんで、それでやってるのでね、ここのこの服の開けやすさっていうのが非常に大事で、その点で本当着物気分素晴らしく使いやすくて嬉しいです。なんか着物気分のやり着方で着れる長襦袢とかあってもいいなとかって思いましたね。授乳するときはここにボタンがついてるんですけど、ゴムで引っ掛けるそこだけ外して、あとはこの襟をガッとやるとかなり大きく開くんで、あとはこの中のタートルネックをこうまくり上げてはいどうぞみたいな感じでやってるんでね、いや買ってよかったし、1枚仕立てるだけでもまあ正直なかなかね、すぐに出せるお仕立て代ではないんですけど、それをね私は4枚作っちゃったんですけど、ちょっとやりすぎだかな、ちょっと出産あるからってお金ね使いすぎちゃったかなとかって正直思ったりはしたんですけど、元取る以上の活躍してると思うんで、買ってよかった。ね、着物気分のお仕立て代ご存知の方はそれかける4ってこいつかなり課金してんなみたいな感じに、ね、なると思うんですけど、そうですね、はい、元は取ってると思います。そのおかげで逆に授乳服とか
マタニティ服みたいなものは買わずに済みました。まあ、そっちを素直に買った方が安くはつくんでしょうけど、その時しか着れないし、しかも別にこれが着たいと思って買った服じゃないもので過ごすっていうのはね、なんか尺なんで自分が着たいと思える服に、まあ、妊娠とか授乳とか時期関係なくねできるっていうのがね良かったなというふうに思っております。なんかいろいろ喋ろうと思ったこといっぱいあったけど忘れたんで、一旦今日はこんな感じで非常に元気に楽しくやらせていただいてますっていうご報告と、あと本当にねこの動画を見てくださって、あの祝福してくださった皆様にお礼を言いたくてちょっと動画撮らせていただきました。本当にありがとうございます。今後の更新ちょっとねどうなるか分かんないんですけど、私の個人的な予定としてはまあ割と元気でなので、それこそ12月の7日の土曜日にワイマルシェがあります。ありますっていうのはあのリサイクル着物を販売するイベントが毎月第1土曜日で、千葉市の千葉駅からなんか歩いて行けるとこに、ちゃんと住所分かってないしうまく説明できないからそういうふうにあのいや言い方しかできないんですけど、そこでいつもやってるっていうイベントがあるんですけど、それがね私結構好きで時々顔出させてもらって楽しくねそこで会える着物仲間とワイワイしたりとかしてたんですけど、そこにちょっとね行きたいなというふうに思っております。あのこの人を連れてね、この方そう連れてかないと、まあ、家で夫がいるんで育休中なんで見てもらっててもいいんだけど、どうしてもあの母乳あげてると今度私の母乳事情的にその途中で吸ってもらわないとしんどいみたいな、なんかね岩のようにおっぱいがガチガチになっちゃうみたいなことになるんで、まあ、この人を連れて行って、でワイマルシェでもね妊娠中に何回か行ってて皆さんに頑張ってねっていう風に言ってもらってたんで、無事これが出てきましたっていうのをあの見せびらかしに行きたいなと、見せびらかしにっていうかねもう本当にお礼を言いに行きたいなっていうのと、あとはリフレッシュっていうのもあるし、あとワイマルシェで食べるご飯がめっちゃ美味しいんでそれ食べに行きたいなっていうのがあって行こうと思ってるんで、まあ、この動画見てる方で行ける方、本当にね千葉の周辺の方に限られると思うんですけど、まあ、もしあれだったらそこでお会いできたら嬉しいなっていうのが一つありますね。はい、もうねあの好きなこといろいろやらせていただきながら日々生活させていただいております。またねぼちぼち YouTube も更新できたらいいなと思いつつ、なかなかその着物系の発信としては大してなんか話題になりそうなことがなかったりはするんで、着物気分が育児には楽だよっていう話しか今もできないですけど、また何かあったら発信できたらなというふうに思っております。あとはまあどうでもいい着物関係ない生活の話とかはインスタグラムに主にあの投稿してたりするんで、まあ、もしよかったらそちらも、着物関係ないんですけど、どうしたどうした、はいはい、ちょっとぐずり出したんでここら辺にしようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイ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 はい。